どうも、ボビー・アートレーザーのボビーです。えー、今日はですね、えー、11月26日ですね、いい風呂の日ですね、<laughs> <laughs> えー、86回目の配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボボビビーーアトレーザーのボビーです、えー、今日もですね大阪のボビーアトレーザーのアートリエからですね、えー、ライブで配信しておりますねえー、もうお今日はですねほんまに、まあ、さっきも言いましたけど1126ですねいい風呂の日ねえー、良い風呂入たらトヤホテルの子供の頃見ましたけどね,ね、えー、今日はまあまあ,あまあ 天気もよくてです、ねえーまあ、けどやっぱこうキュッとこう冷えるというかまあアトリエは特にですね、えー、ちょっと底冷えもお若干するんでですね、えー、手先もちょっと冷たくなってますけどねまあまあ今日も朝からですね <laughs>、えー、作品を作って、えー、制作しておりましたでそうそうねまあいろいろスタイルも作ってねこう2020年の挑戦、まあ、今年は2020年ですからね、まあ、このおね えー、写真はですね、まあ、僕はスクリーンショットを撮ったんですけども「ウルトラ Q」ですね「ウルトラ Q の」のタイトルでねあったんであこれまさに、えー、50数年前からですね えー、年55年ぐらい前ですかねの、まあ、その頃からですね、えー、予言してたかのような感じでね、えー、大変なあ時代になりましたねいろいろおイメージしてたこととですねえがもろく崩れたりとかですねいろいろありますけどもねで、まあ、あ今年はですねまあ,あ昨日もちょっと出てきて思ったんですけども終日ね、えー、あれですよ もうあのマスクをですね、えー、がもうなんかこう上着を着るかのような感じですね、えー、定番になりましたねなんかこう当時ねあのちょっと前まで例えば花粉症とかあねあのお悩みの方とかあとまあ僕とかやったらあの、うん、喉とかね使ったりする時とかあのレザーを制作する時にねあの なんかこう毛羽立つものとかこの中にバーッと出るような時にマスクをですねえつけてですねえいろいろ作業とかねえ制作をしたりするんですけどもそれ以外そんなにえ意識して使うこともなかったですけどお電車乗ったりとかしてももうなんかし忘れてたらなんか,なんかこう具合悪いかなっていう感じにも思われてしまうというかね うん、多分そういうふうに、えー、お悩みの方も多分おられるんじゃないかなと思いますしなんかモヤモヤとするような感じもしますね。でまあその中で、えー、ねそういう新しい生活様式いうんですかね、うん、ちょっとずつこうね2020年になってこうなんとなくこうグラデーションをかけてですね、えー、まあ変わってきたなというふうな感じを、まあまあ、街に出た時に思いますね。まあ、ほとんど、まあ あのアトリエで過ごす時間とかあ、ね、家と往復が多いんで、まあ、そんなにあの普段マスクをねポケットとかに入れたりとかすることもないんですけどね最近はあれかなあ、まあ、ポケット付きの、ね、こういうフードとか切るんでこれもボビーア・トレザーの、ね、オリジナルの <laughs>、ね、あれですけどもで、ね、ポケットにこうマスクをです何、ねえー、かあった時のために忍ばしたりはするんですけどもね。えー、あそれと、まあ、この 今僕はあの2020年いたらあのバルマスクね、えー、これをですね、えー、制作する機会が増えましたね。でまあいっとき、えー、まだあのなんですかね真夏はさすがに革なんであれですけどねまあまあ,あのいろんなね布とかそういうので作る 作り方が作ってねあの作っ、えー、制作する方とか結構増えて、ね、作家さんとか増えてきましたし、まあ、僕も革なんで、あのー、そういう,ど,ど,う,ど,うどうなもんかなと思ったのにも最初は思ってたんですねでまあだけどまあかっこいいやんいうことでねあのやっぱこう、えー、個性をトッピングしたいなっていう感じでなるほどなと、ねえー、やっぱり個性をトッピングするっていうことも大切かなと思いますね僕もおやっぱりこう,もうハットをかぶるかのようにね。 うん、でこういう感じでね、えーまあ、このブログの僕のブログですね、えー、ジャンルでね、えーまあ、URL はこう貼ってますね今日のタイトルはですね「レザーのマスクであなたの個性をトッピング」ということでねあのさっと借りたタイトルつけて、えー、配信してますけどねでねこんな感じでね、えー、いろいろブログに載けて。 させてもらってます。まあだいたいまあ春先ぐらい夏前はで,ですね。真夏はさすがに、えー、ねふと普通のマスクでもこもってねあの具合悪い感じもありましたしね。でまああのー、そういうことですね。 まあ今もねこうやって制作はね個性的などんどんね個性的なマスクをですね制作をさせていただきますね、うん、でまあこれまあ,まあ,あの僕のですねサンプルというかあのこのハットと同じ生地のですねブラックスイングねこれねでまあこれをですねまああのこう首からかけですねまあまあ,あのバンダナかの,のようにねこうちょっとこう。 首不意、ね、にふと不意にでですねあのどっかふでも声とかわッと出さない場所とかあるじゃないですかあの、まあ、ちょっとした商店とかね行く時にちょっとあのだ、まあ、一応マスクしとこうかなという感じでねでまあ,あのチャットせないかき時も一応ねこういう市販のねこういうの,、ね、あのどうでもあー、ね、あのリーズナブルな感じでね振、えーっ,ね、ってますよねこ、まあ、この間もこれをこうつけてね。 えー、この感じで、えー、マスクをつけてですね、えー、まあいろいろあるんですけどね、まあ、ちゃんとしたところにちゃんとしあのどう言ったらいいのなこれ言い回しが難しいですねあのー、まあ大声出す機会もそんなに外ではないんですけどもねでまあこうまあこうつ,つけてねまあ何もない時はこうこれをですね、えー、首からかけてるやつをね小耳にね こ,こ,この顔ひ紐で僕が作ってるんですけどあのここが鹿の紐ですよ。あんでまあこうつけてですね引っ掛けてでまあ後ろにえ後ろにですねこの紐をこをスッとこう止めてまあこういう感じでえ止めてねでまああのちょっとあのースーパーとか行く時とかねあのちょっとあの資,資材とかね <laughs> 行く時に買ったりしますね。この <laughs> でねえー、もしかしたらまた復活してますけど、ね、えー、っとあ戻りましたねこんな感じでね、えー、でまあちょっとこう個性でねあのトッピングするっていうのに、えー、まあ一役買うことができればなとは思いますねでまあこうまあ僕のほうがこういうコーディネートでね、えー、ちょっとーーシカオバーに行く時とかねでまああの普段はもう誰もいらいんだけどねとか。 一人でいうときはもうこう,こう緩めてですねもう,もう首からかけて、えー、こういう感じであのとまあ、あのー、まあまあねこれ穴もちょっと開いとるやないかということでねもし言われたら悪りないうときはあこういう薄いやつですね、えー、まあつけてその笛からですね、えー、こういうふうにね、えー、にまあまあこれが寒くなりますからね、うん、まあまあいいかな思うしねそ外ぐらい行ってもね こういう感じで、ちょっとね、まあ、こういう感じで、えー、ダブルでですね、あの、まあ、これちょっとちょ、配信しながらやから、ちょっとあの、わちゃわちゃしてますけどね、えー、鏡を見ながらですね、えー、まあこう,こういう感じで、えー、もうね、まあ,あ、いいかなと思いますね。うん、なんか、あの、もう、個性的な時間、まあ、あの、非常に、えーで、まあ、 差,のつく差がつくおしゃれおしゃれをまあ楽しむっていうかでそういう感じで、えーまあ、レザーとーマスクとのね、えー、おしゃれということのできるんじゃないあのいい距離あの関係性。 出てる僕もありがたいですね今もさっきの感じですごくねばここからまた個性的な感じでですねいろいろ制作さ今今制作させていただいているのがねこれですねあのこれはクロコダイルでね,こうですねボビア・トレザーならではの、ね、ハンドステッチで,ですねいろいろこうコラージュしてねそれこそ世界で一つのねもうこの オジナルマスクですね、えー、今制作をさオーダーをいただいてね制作させていただいてるところです。ね、あとこれはもっとこれ,これこそ世界一つでしょうね。もうまず先ほどこれですね、あのー、きっと見る,見ることもないと思いますけどね海神の,のね、うんえー、超個性的な、うん、これもですねああのー、あの なんですかお客様からのですね、えー、ご要望をいただきましてねでもちゃんと内側はですねこのあれですよディアスキンをですね、えー、人,人の肌に一番あしっくりくるかなっていう感じの僕はもうずっと長年、えー、制作してて思うんですけどねやっぱりディアスキンが鹿、うん、側ねがすごくこう肌なじみがいいというか、うん、感じるんでね、うん、まあそれをですね、えー、ベースにですね、えー まあ,あとちょっと馬の皮とですねそれをあんばいをつけてですねあこれはカンガルーのおーレーザーの紐もですねまあまああ,、まあちょっとリッチですけどね <laughs> それで今あな数日間ずっとかけてですね、えー、制作させていたいてますねまあこのようにですねまあまあこれからのねあのちょっとあの冷え込む季節っていうかねそういう時に、えー、そういう個性もね、えー なんていうのおしゃれの中にトッピングもうほんとトッピングですよね、うん、でまあそういう形でですね、えー、さらっとね、えー、何気なくこう大人のおしゃれっていうかに、えー、なんかお役に立てればなと思いますね、えー、バ,イバイカーマスクでもう,もう,もうバイカーマスクですよね、うん まあそんな感じで、えーね、あのレザーとこの時期とで時代で,ですね、えー、どういう関係性でですね何、えー、ていうのお付き合い、ね、していければなっていうのもありますし、まあ、これも一つの、まあ、最初はねこれあの作り出したのはねもう、まあ、ある種メッセージがあったんですよね。はよううこの,、ね、あの,このマ,マスクとかみんながせ,せんでもね、えー、思いっきりね 笑い合えるようなそんな時代が来たらいいのになということで,ですねそういうアンチな本当は思いを込めてですね制作してきたんですけどねでまあそれがですねまあいろいろこうなんていうのいろんなこ学反,反応っていうのみたいにねこういろんな波があって今こういう感じでですね、えー 求めてていいいただいている方にですねオーダーをね求めていただく方に、えー、一つずつお作りしているっていう感じですねはいまあそんな感じですね今日はねレザーのマスクで、ね、個性をトッピングっていうのをお届けしましたそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ